はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、ジャイロクラッシュの手元見せていきたいと思います。この間あげたスキルマックスの9000枚の動画のコメントで結構ね、手元を見せてくださいっていうのが多かったのでやっていきたいと思います。ただ今回はサブアカウントのスキル4でやっていきますね。まあ、スキルマックスよりも3とか4の方がみんな持ってると思うので、今回こちらでやっていきたいと思います。で、54は使っちゃいますね。まあ、コインアップのみの方が効率はいいんですけど、まあ、手元見せるためだけなので、54使っちゃいます。で、ジャイロありで行きましょう。で、まあ、一応手元見せてるけど、結構ね、激しく動かすので、どうなってるか、わかんないかもしれない。まあ、どっちの角度から、今左側から映してるけど、どっちの角度からやっても、まあ、どっちみち見づらいかもしれない。はい。35。はい、はい。はいっと。もうがっつり振って、右側に寄せて、すぐに左に戻す。で、戻したタイミングで親指でボタンを押す感じですね。これはフィーバーに合わせる。お、これ結構いい感じに寄ったかも。はい、はい、はいっと。39、はい。ちょっと寄せがいまいち。スキルループするとね、なんか感性がついてるのか、うまーくね、ツムが寄らないんだよね。やべー、ミスったー。タイミング。36。はい、はい、はいっと。もったいないね、ここの3秒ぐらい。44。今ボム割る必要なかったな。はい、44。はい、はい。フィーバーに合わせる。ちょっと過ぎちゃったね。まあ、この、ジャイロをスピーディーにやんないとね。まあ、動かしてる間ももちろん時間は進んでるので、なるべく、ね、早くできるといいね。これはフィーバーはセット。ね、横幅が、スキル4の場合はね、横幅が広くないので、結構細めにしちゃって大丈夫。細めに。スキルマックスだとね、もうちょっと太めでいいんですけど、雑に寄せても消えてくので。ほい。ほいっと、ほぼぴったし。まあ、54使っちゃえば、どう ?6000 枚はいくと思うんだけどな。まあ今、タイムボムも少し出てるし、ほら、読んで溜まる。ここを、どう?これ40ぐらいいった?うらぁ !40! 危ない、ここ!はい。たまる。はい、はい。いやぁ、これちょっと微妙だな。左行きすぎ。あと横幅広すぎ。36。5でたまる。はい、他の積む消しといて、ここ。5000。はい、35。たまる。寄せる。ちょっと遅いね、寄せが。もう少し早くやりたい。でも39か。いや、これはやっちゃっていいんじゃない?はい。溜まるかもしれない。溜まれ。おー、ちょ。あ、繰り越し優先。いけるでしょ。ちょっと、イレギュラーなことしたけど。はい、6000。あと6秒で1回打ちたいな。35。溜まらなーい。溜まる。よー、危ねー。まあ、打たないよりは打った方がいいからね。36、6700。まあまあでしょ。よし。毎粒もちょっと多かったね。おー、2倍、ラッキー。はい。ということで、ジャイロクラッシュの手元、こんな感じですね。まあ、スキルが溜まる、まあ、毎粒繋いでもスキルが溜まるって分かったら、すぐにもう振って寄せて、戻してスキルボタン。うん、スキルゲージの把握が大事だね。あと、どれくらいでスキルゲージが溜まるっていうのが分かってないと、このジャイロ寄せも早くできないので、もう分かってればすぐ寄せちゃえばいいから。うん、そこさえ分かれば、結構いい感じにコイン稼ぎできるので、皆さんもやってみてください。では、ありがとうございました。バイバイ。